次、冷え。最近暑いですからね、これで冷やされたいと思います。いきまーす。冷え。あ、うーわーって言ってるよ、いきなり。こいつ乗ればいいの？戦っていく感じなのかな？負けへんで。ちょっと、パウブロックの壁があって、あ、いけるじゃん、これで。これ倒していけんじゃない？これを壊していって、で、これ抜けられるんじゃないか、上の方。よーい、ちょっと余裕で逃げられる。で、ドッスン先輩たちは動くよね。動くから、こいつらをなんとか動かして進んでいくと、炎に、あと、アップで、ひえーやっなんだこれ、ちょっと地獄の豪華に焼かれる。全部落としてから進んでいかないとダメだな。炎に気をつけつつ、左側からの攻撃に気をつけつつ、ドッスンを全て落として先へ進んでいく感じ。よいしょ、落ち着け落ち着け。上を見てれば大丈夫、上と左を見てれば大丈夫だからね。右からも炎が来るけれども、これは避けられる。怖えー、怖え、ひえー。あ、あいつ倒せねえのか。ちょっと待って、上に上げないで、上に上げんなよ、お前。あ、これ上からいけんじゃん。あやったぜ。コースの穴をかいくぐっていくいい男。次、ゴールはそこね3 The goal is right there。 そこねちゃんとゴールインしたいと思います。いきます。ゴールはそこね3 The goal is right there。 さあ時間がない。鍵がありまして、ファイヤーが出て、モグラーネが降ってくる。クッパ様をワンパンで倒す。なんかたくさん降ってきてるよ。ヨッシーがいる。鍵ゲットした。何が何だか全然わからない。今の状況を理解しえない。ゴールが右上にあるけど、こっからでジャンプしてスターを取ったから入れると。何なんですかこのカオスは。まあでもヨッシーと一緒にゴールできたんでいいと思います。ありがとうございました。あヨッシーってお前も落ちるんかい。なんなのこの仲良しは。オチをどうもありがとう。次、大砲はどこかへ。なんか東方の映画でありそうですね。大砲をどっかへフライアウェイしたいと思います。いきまーす。大砲はどこかへ、劇場版。さ、おっと、大砲がたくさんありました。すごいことになってるよ、すごいことになってるよ。5かな最近コンピューターに勝った人工 AI 君が頑張ってるのかな。これ多分このまま乗っていけばいいと思うけど、なんか止まって見えるんだけど、弾が。ちゃんとこれ前に進んでんの？俺は一歩ずつ前進してるのかな？わからない。ちょっと、あー、2個踏んじゃった。大丈夫かなこれ。多分そんなにね、長くないと思うから、そんなに慎重にならなくてもいいと思うけれど、でも無駄遣いはしない方がいいよね。人生というのは、一歩一歩、着実に、一個ずつ、地道に進むことが大事なんだって教えてくれる。そんなステージなんだね。勉強になるよね。哲学、人間学、それを踏まえて、人生観を築いていく、構築していく。それが大事。大事マンブラザーズ。長くない？いつになったら来るの？あ、待って、あ、下にゴールあった。で、ゴール行って、大砲はどこへ。わー、これは話題の作品ですね。ありがとうございます。次、レランデメセリープレイフェア、フランス語で OK。クリア率は結構高いですからね。これなんだろう、ずっとダッシュしてればいいのかな。とりあえずやってみましょうか。お願いします。レランデメセリープレイフェア。さあ、いきなり歓迎してくれてありがとうございます。さあ、コインがたくさんありますけれど、なんか書いてありますね。フランス語で OK なんですけれど、あれ？何これ？走り抜けていけばいいだけなの？コインをたくさんいただける、そんなステージ？敵も出てこないけど。で、ディスコサウンドに乗せて、すっげえ撃って、すっげえ撃てないけど、お隣さんに壁倒されるからやめて。何これ？え？何が目的なのこのゲームは。私にコインをくれる、そういうゲームなの？1アップするまでコインを取り続けると。あー、世の中は金だっていうことを示唆しているんですかね。もう文章が全く読めないからさ、なんて書いてあるのか全然わかんない。クールだけ読めたわ。めっちゃかっこいいってことで、ありがとうございます。上の方でなんか花びらが舞っていますけど、これ入っていいのかな？普通に入りますよ。さあ、で、おお、お、今度サンバのリズムに乗って、世界中は音楽で繋がっているってことを表しているのかな。そういうこと、スターまで来ちゃって、あなたにはスター性があるんだよってこと、そういうことを表しているのかな。で、ボスを倒してゴールしていくと、クールでしたね。ありがとうございました。全然わかんねえ。次、変身2、ザ・ゴールデン・オーブ。金の玉を3つにしたいと思います。いきます。
変身 to the golden orb。 下の方で黒い玉が、危ねえ、びっくりしたよ、心臓がキュンってなった。これが恋なのかな。恋の目覚めは中学1年生。さあ、炎と度数がありまして、これ P スイッチ押すとかそんな感じなのかな。これは特訓してる、めっちゃ特訓してる。ファイヤーがある、これはもう普通に行っちゃって大丈夫。え、なになになに、怖い怖い、やめてやめて、ホラー展開やめてくれ。これは踏んでも意味ないから下通るしかないのかな。あ、でも右から炎が来てるな、多分そうだと思うけど。怖い怖い怖いよ。で、行きました。あれは避けないんだな。下の方でなんか頑張ってるけど、これプロペラ取れるか、取れるか、取れないんだけど。うわこれ、ここでもう取っちゃえばいいんだ。取っちゃって、危ない危ない危ない、避けていく、危ないよ。あ、下まで壊してくれるのか。これ上と下どっちだろう。ちょっと下の方行ってみる。あぶぶ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 。で、どうすればいいの、どうすればいいの。金の玉が上にあるけど、あれ上に行かなきゃいけなかったってこと、そういうことぽいね。ってことは、ちょっとクッパさん来たね。こいつは踏んどいて、どっか上に行けるところ。あそこか。これはちょっとまずいですね。これ非常にまずいですね。非常にまずいですね。へぃー、危ない危ない。こいつ倒してからの方がいいか。いや、倒せない、危ねえ、受けて、危ねえ。さっきからなんなの、その、ギリギリの戦いは。こっち側でしょ、あーもう、あーやばい、ちっちゃくなっちゃったらもういけないじゃないか。ここから上に上がっていけば、いけるはず。ゴールの先あるよね、これ届くよね。うー、危ない危ない、怖い怖い。あったあったあった。これを普通に触ればいいのかな。いきますよ。よっ、わあ、すごい大きくなった。お母さん、私はこんなに成長しましたよ。ありがとうございました。次、ボーサーズブレイクネックバレットトレイン。サムネのクッパが哀愁漂っていますけど、友達はいないんでしょうかね。集合写真2人きりで撮りたいと思います。いきまーす。ボーサーズブレイクネックバレットトレイン。これキノコでしょ。ナイス、最初にキノコがあるのはいいステージ。扉があそこにあるね。これ入った方がいいのかな、いけるか。今です、オッケーオッケー、ナイス。扉、これ何、失礼します。あ、コインパークだった、ありがとうございます。危ない危ない、これ当たるんじゃないか。普通に当たらないように、オッケーと。1個だけ残すのは両親の証で、下通り抜けて、さあこれどうするか。これ地味に難しいステージのやつなんじゃないか。甲羅、武器を持っていく、で、こうやって蹴って倒していく。これはファイヤーをくれるなんて、なんて良識的なステージなんだ。ありがとうございます。うわ、なんかたくさんいる。あいつはちょっと踏んどいて、で、倒して、ほら、オッケー、ナイス。根絶やしにしとく。これは、ああ、普通にジャンプでいけるか。いって、怖い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 。上か下か。下のハテナ気になるな、あれ。これなんだろう。でもファイヤーゲットしてるからな。よっ、あ、またファイヤーか。ファイヤーの大盤振る舞い。いいね。こういう風に回復アイテムがたくさん随所に散りばめられてるのは非常にいいコース。さ、で、次は武器も持っていこうか。盾かな。ファイヤーという武器があるから、これでシールド代わりにしていく。さ、爆弾兵。あー、すごい。自らの命を絶って相手を攻撃する武士の鏡だね。よいしょと。よいしょ、危ねえ。で、土管の中に入ればいいのかな。とりあえず入れそうだから入ってみようかな。あ、ねえ、絶対下落ちると思った。さあ、わーって言われました。ありがとうございます。鋭い、そこ。ちびはげで、お前、おらん！オッケー。で、踏んでいく。うわーぶ！ふっ！よし、オッケー。ナイス、跳躍力を見せる。ここは上行けるのかな。これ倒さないと上行けないってやつか。なるほどね。で、最後の一発は切ない。オッケー。さあ、じゃあ乗っていきましょうか。オッケー。さあ、で、盗難車を多用して、こっち側へ行きます。いいじゃない。なんか王道ステージっぽくて私は好きですよ。扉があるね。これいろんなルートがあるのかもしれないね。もしかしたら。あ、ビビッ！あ、危ね、ナイス、いいぞ。背が小さくて本当に良かった。羽か。ファイヤーの方がなんかこのステージは良さそうだけど。あ、ばば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 、遊んでんだ。上が見えなかったから上上がれるか分かんなかったよ。羽生えてんだけど、天使の生まれ変わりがいる。あいつはちょっと置いていって、天使は倒せないわ。地獄に落ちたら困るからね。死んだ時ちゃんとあの人に迎えに行ってもらわないと。さあ、うわぁ、チビハゲデブ。こっちがなんかないか。ファイヤーとかあったらよかったんだけど。ほっ、ああ、もうナイスタイミングすぎる、そのジャンプが。でも大丈夫、あいつは倒せないよね多分。さあ、ファイヤーがあったら倒せたんだけど。あ、ゴールだ。ゴールへの架け橋、王道っぽくてすごい好きなステージでした。ありがとうございました。次、連続アップしながらピタゴラスイッチが見れる全自動オート。久しぶりの全自動ですね。癒されに行きたいと思います。行きまーす。連続アップしながらピタゴラスイッチが見れる全自動オート。
トゥル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 、なにこれすごい気持ちいいんだけど、ピタゴラ感が味わえるね。こういうのってストレス解消にもなるからすごいよね。プレイヤーの技術をね問われるわけでもないし、下手くそっていうねコメントも絶対コメントに書かれないぞこれ。こういうステージ大好き。わー、世話しない世の中ですね。世話しない世の中に咲く一輪の花ちゃん、いいじゃないの。癒され、癒され、私はすごい。この1アップ感がたまらない。あれ止まっちゃってる、大丈夫？ものすごいいじめてるけど、いじめ抜いた暁には何かが来るんじゃないか、下から。お、え、おー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 いえ、え、なんかヨッシーさん、ヨッシーさん、ヨッシーさんの背中をトントントンと叩くとマッサージ機能も味わえるわけですね。え、これ何アップすればいいの？私はそんなに成長しても困るんですけど。これ以上成長を促進されると老化が早まるんでやめていただけませんかね。え、これ本当に大丈夫？このままずっと終わらないんじゃないか。あ、大丈夫。ボス、ボス戦、ボス戦が、ボス戦じゃない、なんだっけ、ボム兵だ。ボス戦ってなんだろう。またかよ、ちょっと。成長しすぎだって。右肩上がりの急成長なんだけど。株価暴落しちゃうからやめて。あとリバウンドが一番怖いんで、こういう風に一気に急激にね、能力が上昇しちゃうと、その後の反動っていうのが怖いんでね、ほんとやめていただき、99人、裏技地点に乗っちゃうからやめろって、ほんとに。コロコロコミックの端末とかに乗っちゃうからやめて。たるは及ばざるがごとしって言葉がよく合うわ。何でもやりすぎは良くないって。栄養素の取りすぎもさ、体に害になることもあるし、いくら体にいいからってやりすぎは、取りすぎは絶対に良くない。ダメ、絶対。みんなも自制心を持ってテクノブレイクだけは避けましょうね。ありがとうございました。